パタンキューで充電中おやすみグッナイト。お願いします。せーの、おめでとうねーねー。高木、いや、高木、さ、まかない、ダメ。さあ、今回の曲は、はい、動じないよー。はい、はい、動じないよということですね。聞いたことないね。その、うん、やっぱりさ、無理やりさ、企画説明してって言われてるやん。俺らは持ってきてない企画で、そう、それを自分のものに噛み砕いてちょっと言ってみよう。お、じゃあ、さっくん企画説明お願いします。はい、ですですね、今回動じないよということで、はい、まあ、僕らアイドルやってるじゃないですか。まあそうね、あのステージに立つときにやっぱりライブっていうのは生ものなんで、はいはいはい、で急にね、照明が落ちてきたりとか、照明、はい、ちょっと待って、うん、ね、どうしようか、ね、曲がかぶせあるのにまたかぶせ流れなかったとか、立ったときに椅子がお尻にくっついちゃう、そう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 、とかね、あるね、いろんな、ね、ハプニングがあると思うんですよ。ありますね、やっぱり、ね、こういうアイドルやってると、はい、ライブとかやってるとそういうハプニングがあるんで、はいはい、そのときにいかにね、顔に出さないか、ポーカーフェイス、はい、ポーカーフェイスいられるかっていうのがやっぱり自分らアイドルの言うよね、なんかダンスミスったりしてミスったっていう顔したら冷めちゃうみたいな、うん、あれがいかにポーカーフェイスですか、はいはい、そう、それをみんなにはあるのかという、いや、もちろんもちろんアイドルだから、ありますよ、ありますね、それは手問われると思います。それはさ、ね、急にさ、なんかじゃあ例えばお客さんがね、もうお前はそんなパフォーマンス見たくねえよっつって金メダル投げてきても、あー、ね、できない、それちょっと怖いかもしれない。怖いでしょ。 だけどそれはどうしちゃダメなの、ね、それをキャッチして投げ返すぐらいの、ね、踊ってなきゃいけないしね。そうそうそう、踊りながら投げ返すぐらいのことをしなきゃいけないから、投げんなお前だけどもの、ね、をね勝手にな、つっかけがするからな。まあね、そういうね、うん、はい、ポーカーフェイスね、まあ、アイドルとしてのね、こうポーカーフェイスを鍛えていきましょうということで、うん、はいはい、まあ、そんな感じで、あのルール説明なんですけども、うん、メンバー一人ここに座っていただいて、うん、で後ろからメンバーがドッキリさせる秘密グッズがあるんで、ちょいちょいちょいってやって、一回インクレーション、どんな感じか、一般の方がやるとやっぱ俺たちとの、ね、比較ができないと。確かに最近お仕事大変ですか、インクレディブル。そうですね、最近街の平和を思ってますか。映画2本出してるでしょ、すごいんじゃないの。おこれ、ちょっとえぐいね、これは失敗、超怖い、いや、今の動画欲しい。そこで切れるんですよ、すごい、パッて言うね、顔もそうだった。後ろ姿でおもろかったのに。あれ、まあね、あの今一般の方がね、これやると、はい、まあ、あんな顔になるんですよ。はいはいはい、だけど僕らはね、そんな顔に出しちゃいけないんで、はい、はい、じゃあ、早速やっていきましょうか。はいはい、じゃあ、東でね、おお、仏の鍋、俺も僕仏なんで。いや、鍋さんはね、結構聞くわけないでしょ、ノーリアクション、絶対に表情変わんない、鍋変わんない、そっちどっちこれ始まったよ、始まったよ、始まったよ、始まってる、話しかけて。あ、そうなんだ、最近鍋がハマってるものとかありますか。最近は何もハマってないかもね。最近なんかね、嬉しかったことある。部活終わってから休みが多くて、はいはい、本当1月入ってから休みが全然なかったから、確かに、うん、そうそうそう、久しぶりの休みで当たり前のなんていうの、日常を過ごすのがなんか幸せだなって最近思い始めて、はいはい、うん、それで良かったよね、いいことだよね、おめでとう。いや、俺結構あれだぜ、ビビってるぜ、もう、ういうい、し、いや、俺どうじゃん、最近ね、休みあげたよね、俺らで。あ、旅行行きたい、イオン旅行行きたくない。あ、行きたい行きたい行きたいよね、うん、なになになに、イオン旅行どこ行きたい。イオン旅行ね、うん、ちなみに、俺ね、俺ね、うん、あそこ行きたいの、あの、あるじゃん、夏の公園みたいなさ、あー、綺麗なとこ行きたいの、俺が写真集撮ったとこ、うん、あそこ虫がいっぱいいてさ、うん、すごい嫌だったんだよね、本当に口の中に虫とか入っちゃってさ、うん、いや、あれはね、なんとかしたいけどね、
ルミロ君虫好きでしょ。いや虫はそんな好きじゃない。あ本当に？そんな好きじゃない。そうなの。いっぱいね入ってるかもしれないね。あのボンカーハイス知る？知ってる知ってる。いっぱい入ってたのはこれでした。あーいやまあ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 これは。ナイスボンカーハイス。まさかなんか最近いいことあった？いいことかなんだろうな。あーなんだろう。どうせないやろ。ないかもしれんな。忙しいもんな。なんだかんだちょっとずつ貯金してるから、うん、偉い。ちゃんとこういいよねあれって貯金してる。貯金分かった。俺の負けだから。俺の負けだから。はい、はいよ。怖いね。チームで。じゃあ椿大丈夫。風、いや風なんかさ分かんないけど、でも確かに咳めっちゃ出るね最近。ずっと体調悪くない？ずっと。いやお前に言われたくないけどな。お前に言われたくないけど。貢献じゃない。貢献だから。趣味ないの？家でできる趣味。でもなんか家ではできないけど、それこそ最近あのスノボ行って。おお行ってたんですね。ウィンタースポーツ楽しい。めっちゃ分かる。そう行きたいな。俺もね、14日行ってくるんだよ。え、そうなの？行く行く行く。え、なんで？え、誰の？姉ちゃんと姉ちゃんの彼氏と行ってくるんだよ。いいな。俺も行きたいんだけど。行きます？行きたい行きたい。行きますか？普通に行きたい。え、だって俺普通になんだろう。普通になんだろう。スノボ結構ハマっちゃって、しかも20万ぐらいしてウェアとか。え、マジで？そうなの？すごいね。そう、だから、なんか普通にもったいなくない？それだけで。いや、まあ、うん。そうだね。でさ、スノボの話。怖い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 。刺さってない。刺さるよ。え、どうだった？難しかったやっぱり。ああ、難しいではあったね。確かに。まあそうだよね。え、怪我しなかった？怪我はしてないけど、だいぶその。こけるから。お尻結構蓄積ダメージは結構あったかもしれない。あ、本当だ。負け、負けよ。もう負けない。最後も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 負けない。すごいな、つばき君。ね、すごい。え、目つぶっとくの？当たり前じゃない。それはね。え、待って、今。いや、ずっと喋るよ、ずっとよ。震えてるよ、震えてるよ。怖いもん。一番お前がビビり。怖いもん。怖いの俺。いや、絶対ね。絶対ね。まっすぐ見とけ、まっすぐ。まっすぐ見とけ。まっすぐ見とけ。そう、いいね。行くよ。じゃあ俺が3、2、1って言ったら目開けていいからね。はい。3、2、1。サンタ出てこい。サンタインクレディブルか。お客さんをね、ライブ見ながらノーリアクションをやめてください。リアクションが大きければ大きいほど嬉しい。はい、お願いします。よろしくお願いします。楽しみましょう。楽しみ。